ボートレースとこなめ4日間シリーズ中日スポーツ杯争奪第27回ドラゴン大賞初日12レースドリーム戦が始まりました。こことこなめのフレッシュルーキー6号艇の前田翔、ピット離れ警戒に出てバック側作戦待機行動は1-2-3-4-6-5で推移をしています。対戦メンバーは1号艇松井茂、2号艇市橋隆、3号艇渡辺浩二、4号艇永田圭司、5号艇鶴本隆文、6号艇前田翔の6選手です。引戦構えるのは1号艇の松井茂です。前半レースは2着ではありましたが、4コースの角から存在感のあるまくりも打っていた松井、ここは1号艇もちろん人気の中心です。2号艇市橋隆が2コース、3コースには3号艇の渡辺浩二、渡辺が角受けで、4コースの角には4号艇の永田圭司、この市橋、渡辺、永田、この3選手はモーター2連対立数字以上に動きそうな印象もあります。どのように王者に挑むか。本番5コースは6号艇の前田翔、サイアウトから5号艇の鶴本隆文です。体型は3対3、とこなめドリーム戦12レース内側から1番、2番、3番、4番、6番、5番でスタートしました。トップタイミングは4コースの角から4号艇永田ではありますが、内側も完全に並んでいく格好で、1号艇の松井が先に回っていく、2号艇市橋、3号艇の渡辺が外、内側からは4号艇の永田が2番差し、バックストレッチ側インから完封です。1号艇の松井茂がトップ、スリット裏では4艇身優勢にマークに向かいます。なお前艇スタートは正常でした。2番手は4号艇永田、その後ろは2号艇の市橋で現在1-4-2、1周2マーク、1号艇松井の後ろ、4号艇の永田が回って、2号艇の市橋は前を行かせながら差してまいります。外を握った3号艇の渡辺浩二も3番手争いに参戦で、内2号艇の市橋、外には3号艇の渡辺、一定審査で追う形で3番手争い、あとは離れて6番5番の追走です。1号艇松井、4号艇の永田、後ろは3号艇渡辺、外を握りますが、ここは内側を回りながら2号艇の市橋、3番手4番手定冠も2艇身と少しだけ空きました。1番、4番、2番、しかし外、船足は警戒、3号艇の渡辺、外から内に入れ替えながら、さあ左右に交差をしながら旋回、3番手争いです。1番、4番の後ろ、2号艇の市橋がそれでも先に回って、内側今度は差してこようという3号艇の渡辺ですが、やはり定冠は一定審判、なかなか離れないで市橋を追っています。前は1-4-2、最終周回に入っています。1号艇松井茂、4号艇の永田圭司、後ろは内側3号艇渡辺を外からかわした2号艇の市橋隆、3番手4番手ここで定冠も4艇身と空きました。4番手に3号艇渡辺、あとは5号艇鶴本、6号艇前田です。初日の競争水面、2着1着としていきそう。ドリーム戦を制する1号艇の松井がトップ、4号艇永田2番手、2号艇の市橋3番手、1-4-2、ドリーム戦まもなくゴールです。1着1番の松井五輪、2着4番の永田五輪、3着は2番の市橋で五輪、後ろは3番渡辺、5番の鶴本、ラストで6番の前田がゴールしています。